コリリンとハーさんがいます。チーズケーキを食べてます。これをマスク。プーさんが初訪問って書いてる。初ありがとうございます。セッター祭めっちゃ良かっただって。あの日そうだ、そういうのもできなかったからね。うん。今さっきメロンケーキ一人で食べましたってさ、メロンケーキ？メロンケーキ初めて聞いた私。美味しかった？メロン美味しいもんな。うん。確かにチーズケーキお箸食べる人初めて見た。確かになかったのよ。メロンケーキってこういうとこ入れてますね。そう。なかった。だってお皿これやで。お皿持ってくるわって言ったのもこれやで。かりんちゃんが持ってきたの。コップかい。でもな。でもさ、普通のこういうお皿よりさ、うん、この方がなんか落ちないしさ、あ、まあ確かにね、サイズ感的にもね、うん、やいまい、やまいハニーってきた。うんかさん珍しく今日はまだ来てないです。うんだ私はペットボトルをガブ飲みします。ハーさんこういうの好きよね。はい、好きです。いたのマジでミックスジュースとか好き？大好きです、うん、そういうお皿なんでしょう。そうです。紙コップじゃないよなこれ。カップケーキだって。あ、カップケーキ、カップケーキ、カップケーキ、あなたの名前はカップケーキ。私の名前は小島さんです。お久しぶりでした猫、お久しぶりです。口の色がない。あんねんけど薄い。プライベートの方がね、一緒にいるもんね。さとやんさんが初訪問してくれました。ありがとうございます。すごいこれ色違う感じで出るのいい。わーい。本当に。楽しい色に書いてください。ハーサ楽しそうって言われてんね。ハーサ楽しいですよね、一緒にいたらね。え、少しほっそりしましたって言うけど、デブったデブった。ほっそりしてない。新しい。ほっそりしてない。デブったデブった、本当にデブった。ちょっと太ったとかじゃない、デブったデブった。デブったデブった。から下は顔見せられないんです。見られないのね。あー稽古ね、稽古大変じゃないよなまだ。え、楽しいです。楽しいよな、うん、なんか やっぱ新喜劇の皆さんがすごく楽しくて、うん、いや本当に楽しい。あーいいんですよ、うん、私が隠してきますいや見えへんから大丈夫。でもないって隠してケーキ落としたんですけど。あっ大和そうです、明日ですね、私の初アンバサダー、大和さんね、初アンバサダーの、ありがとう、自分で投げたんですの動画が明日すごいなそれ、自分で投げて公開されますのでぜひ見てください。ゆみさんメインで見ます。さありがとう。いやでもなずっとね、マスクなんかな、ほっそりしてるのってマスクちゃう。今日の前が珍しい、ちょっと加工使ってるかもしれへん、うん、どうですか、だからかも。これいいじゃないですかってね。ゆうちゃん自慢の締めありがとう。そう週末いろいろ聞きますね。にやりめちゃ楽、踊ってて嫌です。楽ですよ、前髪が声劇の皆さんがフォローしてくれてるんですね、うん、で本当に、うん、楽しすぎて。今はまだちょっと抵抗はあります。あ、それゆいのねって動画見たんや。まつげ綺麗やろ、どうやって綺麗に上げてる。これはビューラとホットビューラと下地で上げてます。ホットビューラやっぱ大事ですよ。あ、どうも。うん、うんか。もう食べました、チーズ。カラコン変えて印象変わった。ほんまにこれ元に戻してんけど。カラコン。立てるやつがないね。これあげますよ。え、なんで？いいですよ。絶対いるやん。でも自分しようかな。ねえ、これ思った。これこっちで。いや、引く。これほら、あ、いいじゃないですか。ありがとう。あ、これして。あ、すごい。できた。できた。いいよ。なんか変わってない。青くなってる。そうやね。なんか背景が変わってる。うーちゃん。集まって可愛いんだって。
エナって一人でいることないですね。ないな。ちょっとしゃべって寂しがり屋ばっかりだから。あんなこと言うて自分までしょ。誰って感じ。でもうかさんも最近後輩に自分からこうやって話しかけに行ってるとこめっちゃよく見ますよ。あ、見るの。で、うん、自分からよく行ってるイメージ。行ってるよ。みんなのこと、ね、いっぱい知ろうと思って。髪はいいでしょ。お気に入り。ミルクティーピーベージュ。うーか、うーか始まる街だって。うーちゃん来たーって。今着いた。ちょっと待って。ちょっと待って。行くわよ。ハサも始めたよ。ちょうどハサちゃんと YouTube でカリンちゃんのドッキリ見てました。あ、懐かしい。懐かしい、やったね。ゼンナのマネキンがこれは映ってもいいゼンナです。ウーカ3期会してたけど2期会は予定ないのないな。2期は集まることないよ。難しいですね、みんな東京行っちゃったり。そうね、結構バラバラだから、ね、なかなかおらへんね2期東京に。じゃあ大阪にいなこうしような。アイリさんはどこ。本当にアイリさんに会いたい。アイリちゃんも東京です。もうダメ。さあさ、諦めちゃダメ。諦めたらそこで試合しよう。諦めた。むずいなさ。ハーさんの YouTube じゃないや、ショールームはもうここ顔なし、顔出さないアイドルでいきたいと思います。どうも。あ、美味しそう。つながるから。あれなんかな、これでバンされたりすることあるのかな。もえかさん初訪問ありがとうございます。こんばんは。タナチューとの絡みめちゃめちゃ可愛かった。ありがとうございます。タナチューさんめっちゃいい人なんです。ガオチャレぜひ見てください。メロンパン2期の現役メンバー他に誰かいましたっけ。ね、宇野瑞希さん、ありがとう。2期です。2期髪型のおかげ。あ、白玉さんありがとう。ウーカメインの白石さん、なんかショールーム渋滞中。本当にさすが。なんでこんなパンいっぱいの。分からへん、何の日なんかあんのイベントで。あ、分かった、あれや、ショールームのあれやな、家電キャンペーンみたいなやってるな。やってますね、そういえば。あ、ほんまやな。そうだな。そうや、かりんちゃん通したないから。そうなの、でも置く場所もないの。ユミ大好きです、ありがとう。私掃除機が欲しい。わかるもんな、はい、カリンの優雅な掃除機が欲しい。もらい。あ、でもないですよ。もらいって。そんな人の人任せな。チョコちゃんありがとう。パン食べたくなってきた。あ、牛乳もある。あれね、置いてあるんだよね、レンジの。ゆーちゃん、アンダーガールズの15位おめでとうございます。ありがとうございます。隣と誰と誰、何色ですか。ミルクティーベージュです。最近かりんちゃんと絡み多くて嬉しいやつね。石田さん、たまさん、みなみさんです。かりんちゃん聞いてない。サンドイッチは大久美の悪意さん、ありがとうございます。パンフェス2022キャンペーン。パンフェス行きたい。なんてパンフェス。わあ、美味しそう。コロナじゃなかったのな。ふたばさん、ありがとうございます。はい、開催しちゃって。のみしばさん、あ、ありがとう、リンゴスター。最近やっと DM ゲストの熱格トーク癒やした。これでゆうちゃん兄弟の方嬉しい。大輔さん初訪問ありがとうございます。リカさん、みんなの声うるさいけど聞こえる私の声。ほんまに、ほんまにちょっとこう負けへんように大きい声出すわ。みんな聞こえてる。みんな聞こえてる。ちょっと黙ってもらっていいかな。無理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 。私も無理無理。最近私ゆうちゃんと逆にめっちゃ突っかかってくるんですよ、ゆーちゃんが。違う、ウーカやねん、それで。喧嘩ばっかしてる。ほんまにウーカが悪いねん。なになになにこっち見合っといて。そっちにも見てきたよ。こっち見合っといて。ちょっとこういう喧嘩してる。メディカルね、楽しみにしてください。ドンピシャに好き。ウーカの次にタナチューさん好き。めっちゃ好きや。周り濃い、でかい。周り濃い、でかいねん。じゃあ、はいはい。はい、はい、小島かりんに言いたいことがあります。はい、小島かりんに言いたいことがあります。何ですか。今日 MC でゆうか夢の話ずっと何喋ろうか考えてたのに聞いてくれ。あ、思った。あれ、誰か聞いてないよ、まだ。私2回当てられたから。え、ウーカさんだけ聞いてないの。え、あとシンシンも喋ってないと思う。シンシンも喋ってないや。そうやで。じゃあちょっと、彼に間違えてゆうちゃんのこと2回も当てちゃった。そうやで、思って。ゆうか、ゆうちゃん2回も聞いて、ほんでなんかようわからん話するから絶対。何、まずようわからん話って何。まず、はい、ようわからん話って何。はい、こういうの喧嘩。
もう喧嘩。何話したっけ。この3人の話を実況してもう喋りたかったのに。聞かせてください、ちなみに、はい、でもさ、こんな満を持して聞かれるような話じゃないんですよ。いや、聞きますよ、満を持してじゃあ、何て言うか、衝撃的な話やな、はい、そうです、覚えてます最近ね、最近だ、そう、最近の話なんですけどなんかずっと喋ってきた、実況してます、ありがとう、あれ話よ、あのね、うん、私ね、その前夢で、うん、めっちゃ歯が痒かったんですよ。もう歯茎がすごい歯が痒くて、うん、でグッってやったら歯3本くらいボキボキって折れたんですよ。で、え、折れたと思って、もうそれは完全に現実やと思ってて、うん、もうなんか現実っぽい夢あるやん、あります、やってもうたと思って、うん、いうかもう人の前に出んのに歯3本も折れたらもうなんか人前に出られへんやんと思って、だからまだちょっとグラグラやったから抜けてはないの、抜けてない、まだグラグラ、歯グラグラ状態ですね、歯抜ける前のグラグラやったからこうやってグッグッグッて圧力をかけたんですよ、口の中で、うん、そしたら戻ってるっていう夢を見て、うん、朝起きてちょっとハール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 と思ってっていう夢を見ました。だってうかの夢はこれはちょっと聞かなかったこと後悔しますね、そんなにずっと待ってたカリムでも歯抜ける夢、こんばんは、初見できました、ありがとうございます、嬉しい、怖い、リアルじゃない、なんかさって、しかも結構私量多いんですよ、バラバラって抜ける人です、え、怖い、そう、でもなんかあんま歯抜けるってどんな夢だったっけな、夢占いとか結構する人なんですよね、あるよ、ちゃんとあるよ、これはねえ夢見ます、次のお題出して、次のお題どういうこと、次の面白い話、次なんだろう、なんか歯さ、お、いいお題ない、え、なんか提供して、話題提供、え、いいよね、うん、私何も考えてないんですよ、普段何やろ、提供いってね、何かください、今日のケータリング、今日のケータリング、あ、鮭食べた、鮭、あ、ゆうかも鮭食べた、あ、はい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 、あります、あります、あ、あの、お弁当だったんですけど、鮭お弁当で、で、なんかいろんな具材が入ってるんですよ、鮭も入ってて、ほんで、なんかいろいろあるんですけど、卵焼きが入ってたんですよ、ほんで、卵焼きが入ってたんですけど、ねえねえ待って、何？なんでさ、みんなさ、こんな隙間あんのにさ、私隙間ないの？来るんちゃう？あ、そういう感じ、アップデートし、アップデート、アップデート、ほんで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 、その卵焼きがめっちゃ私のママが作る卵焼きにそっくりやったんですよ、めっちゃうまかったよ、その卵焼き、まあ、ママが作ったんじゃないねんけどバリうまかった、味付けが似てるんですか、そうそう、しょっぱい、あの甘じょっぱい卵焼きで、あの形もさ、めっちゃお弁当って全部めっちゃ綺麗や、綺麗、なんか黄身しか使ってませんみたいな、じゃなくてちゃんと白身も混ざってる美味しいサイズ感が良い卵焼き焼きが入ってて、すごい頑張れました、こっそりレッスンしてくださるということで、だってもう美味しかったよ、もう相手してくれるのは皆さんだけです、これ全部見たいですね全部のことだと思う、こんなん4台持っとかないと見られへん、素晴らしい、のすけのすけさん、ありがとうございます、情報量が多い、本当ですね、こんばんは、今日聞き取るの大変、この中にいるメンバーの面白エピソードある、なんだろう、面白いエピソードなんだろう、なんだろう、なんだろうな、あ、面白くないけど別に、うん、あのゆうちゃんがね、今日公演前になんか急に、はい、みんな石田ゆうみに注目石田のことを見てくださいみたいな言うんですよ、急に、ほんで、言ってた、ほんでさ、みんな2期生に言われたらみんなびっくりするやん、うんうん、ほんで、何ですかみたいな感じで、うん、そうそうね、注目させといて、うん、今日宇宙人のこの2番の B メロ、こうじこじで行きます、何の音楽くらいで、だってみんなそうじゃないとさ、しゅうちゃん耳抜けばいいやなっていつもね、この宇宙人で、あのいつもなぎささんだったらなぎちゃんとかね、こう応援してるんですけど、うん、狩りの時に今日なんて呼ばれたい、ね、言い方やめて、言い方、そんな言い方じゃないから
キャラだよみたいないつも聞かれるんですよ。で小島もカリンもやってきたし、大島もやっ、あ、そうやってきたから今日はコジコジにしようって思って、うん、でいつもメンバーに伝えるのも全部ユミさん で全部私が決めてるからな、これ。そうそうそう、やってくれるんです。そんな柔軟かさいいやん。そこめっちゃこだわるやんな。そう、めっちゃこだわってくれるんです、これ。めっちゃこだわるんですよ。で生誕の時もね、今日ハーサの生誕だから、うん、ハーサとかミカララとかっていうのも全部でも今日はコジコジの時に本番にコジコジって言ってたら、みんな会わなくて、あんまり言いにくいわって言ってました。あんたが決めたんや。みんな困ってた。みんなみんな組み合わせてたの。うんうん、どんな感じ。コジコジかコジコジか。いや違うよ、コジコジか、ね、コジ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 だったんですけど、コジコジか。やばい、どんな激しくなんねん。こじこじっといろんな派があって大変でした。そうなの、こだわり強いね。そうそうそう、うん、結構だからなんか決め事してますよね。なんかここ伝言ゲームだってそうやもん。そうそうそう、あの伝言ゲームな、あのほんと難しい、ね、どの辺ですか、うかさん。ゆっこじりの隣やん。おい忘れてる、こじりのポップコーンって言ってくんねんけど、言うか、え、なんでポップコーンって、アーノンにな、いつか次アーノンなんですけど、アーノンに言った時アーノンな、あはははは移動してる。だから私がさ、移動してる時みんなまだこうやってるしだね。なんでなんで先生に今日注意されましたね。注意されたな。やるのはいいけど、いいけど、ちゃんとやれなさい、ちゃんとやりなさい、本気で伝言ゲームしようとしてるから。いや本当に、うん、私あの真ん中の方だけど、うん、いつもハーサのとこまでこうやって向けて何も引き取れない。でも何やったっけ正解は。ドスコイ、ドスコイ、ドスコイ。なんでポップコーンになった。すごい、ドスコイ、ポッパー。マグロになったらしい。今回次はちょっと2文字でいこう。次2文字、そうですね、そうしましょう。お願いします、みんなで。一文字でもいいよ。一文字でもいいんですか。いいよ。一文字って何、例えば。うん、わあ、そう、みーとか。もうみーとか。ゆう。本当にもう楽しい。皆さん伝わりますか。しょうもないよ。しょうもないけど楽しい。今のは重力シンパシーのイントロの話です。あ、そうです。はい。他に決め事あったっけ、なんか。決め事かな。うん、自由にしてる。あ、取りこぼしさん、ありがとう、うん、伝わってるって、伝わってる、伝わってる、ってマジで姉ちゃん伝わる。たまたんさん、おかゆこさん、ありがとう。ありがとうございます。15分経ったみたいなのに、それと終わろうかな、うん、私も終わるの。よいしょ、お、ありがとう。こんな感じでね、いつも楽しくやってます。いつもこんな感じです、楽屋でも。なので皆さんにも劇場公演を見に来てほしいなと思うので、ぜひぜひお待ちしております。急に自分の配信に戻るやつ。全員、そう、全員戻ってる、自分の配信に。自分の配信に全員戻ってる。みんな自由よ、ほんまに。ほんまに自由。ほんまに。私いろんな公演出てきて思うけど、うん、N の公演の MC って、うん、どこよりも、うん、あの楽屋と変わんなくないですか。え、変わらへん、うん、あんな感じやな、ずっと。あ、いいんってたまに思っちゃうね。え、私もです。めっちゃ力抜けてくるなんかね、ゆうみさんって立ち方結構さ、こうヤンキー癖出るじゃないですか、うん、その癖が映ってきてる。カリンも今日気づいたら自分で手組んでました。やばい、ヤンキー化してる。ゆうみさんのこと見て自分でこう、同じことやる。あれ、はるちゃんまでね。ほんとに、はるちゃんにやめて。いいよ、あんたらが勝手にやってるやん。練習してる。はるちゃんにダメ。うーかさん、うーかさんにさ、ゆうみさんたちがこう練習しつつありますけど、でも本当にいいキャラ、みんな。いや本当にね、知れば知るほど楽しい、面白いね。うん、ちょっとずつみんなのこと深掘りできてるよね。なんか私マジスカしたい、マジスカドラマ作りたい。ユーミの味はここにある。ヤンキーやりたい、マジでやりたい。え、なんか N でやろうや。じゃあめっちゃカオスのやつやりたいですね。この人はヤンキーで、うん、なんかこの人はなんかドラえもんで、ドラえもん急にマジスカ学園でドラえもん出てくんの。著作権とかいろいろあるから、マジで
さ卒業のさ ONN 出た時にさ、アーノンのドラえもんの写真久しぶりに見てさ、そういえばやってたな。何やってたっけ、スネオ。あ、私のハーター、のび太です。のび太もいますよ。ほんまや、できるやん。セットでいます。ほんまや、のび太とドラえもん。いいよ、ゆるいの。そういう本当もう意味不明な作品作ってみたいね。やりたいです。キャラ渋滞してるやつ。え、いいやん。面白い。作ってみたいな。あの、あれしよう、ドラマ作ろう。N で。やりたい。ねえ、はい。ちょっとこれ持ってきましょう。あとは。何役させられんねやろ。ねえ。ちょっとなんか、うまくこう YNN さんとかを巻き込んで、なんか作ったら面白いね。うん、ゆかちゃんはなんかひまわりみたいな。やばい。私ちょっとハワーみたいな、ハワー決まってます、もう決まってきた、決まってきた。ゆか花壇にずっと刺さっとくいや、きつい。えんなでなんだかんだ一番多分演技経験が豊富ですよ、ゆかちゃん。で一番演技した方がいい人ですよ、うん。いいとこ丸つぶしにされた。カニさんは？カニさんのカエル？なんで？なんで？なんで？どういうドラマになるの？緑の全身タイツ似合いそうでって思いました。などういうドラマになるのそれ？ゆみさんは？でもヤンキーやりたいと、うん、そうね、やりたいけど役割重複ね、どうやって怒るの私だからマジスク学園のゆうかは、うん、あの花壇に刺さっとくからちゃんと三つやりしてあの今日もだるいな早く伸びろやいいヤンキーさん子供バージョンのヤンキーですよ。何子供バージョンで？なんかまだ子供の5歳ぐらいのヤンキーなんですよ。5歳やけど特攻服着て髪の毛刈り上げて、でもうんこさんのひまわり抜いて、おらー！抜かれてる。なんか特殊な CG めちゃくちゃ面白いですね。絶対ゆうか使われるのここだけ絶対ここだけカニと一緒だ、ね、あそうおいそう味わい味わい味わいそこ全身みたいでねほんまに味わってほしい。それこそゆうか全身手つきなあかんってことか。そうですね、そうです、こうやって顔だけひまわりにつけられて面白い。ちょっと待って、ほんまにしんどい。めちゃくちゃ面白いですね。おお、子供起きた、子供。シンシンは、シンシン。シンシンは？シンシン、今あのドラマの話をして、ドラマ作るならみたいな話をしてて、シンシン何役？アヒルボート？じゃない。どういうこと？クマが。めっちゃ嫌や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 おなんでなんでえもうアヒルかなっていうのが出てきて、でも今のアヒルだったらやっぱり面白くなってアヒルだって感じみんな乗るんでしょ。いやそうです折れるわシンシンに乗るのそういうのに面白い。そんで止まらせてごめんねめっちゃおもろい。めっちゃいいじゃん、うん、楽しみにしておいてください皆さん。それはこれ MC 一本できますね。MC 一本できます。マジでほんまにギフトくださった方のお名前をお呼びします。ケンピーさん、これなんていうの、さとこさん、ふみかちゃん、ともたんさん、みずきちゃん、キイちゃん、キイちゃん、ゆかちゃん、チャミさん、ジンさん、エザさん、中平康介さん、やばい中平康介さん、タカちゃん、アキラさん、大ちゃん丸さん、あかりちゃん、石田正しいさん、石毛やん、ジンさん、メリージェーン田中さん、ちなっちゃん、読んどき、ケンピーさん、ありがとうございます。みずきちゃん、みずきさん、じゃあランキング発表します。13位ちなっちゃん、12位中平康介さん、11位しゅうかちゃん、10位やまぴーさん、9位たかちゃん、8位じんさん、7位きーちゃん、6位しぎやん、5位あきらさん、4位かつおさん、
3位ともたんさん、2位石田正しいさん、1位はみずきちゃんでした。ありがとう、ありがとうございました。久しぶりの配信でしたけど見に来てくれてありがとうございます。ってことでまたねー、バイバーイ。ミュージカルでひまわり役期待してます。